こんにちは、はじめしゃちょーです。今日はですね、ちょっとだけ重くはないか。重くはないけど、ちょっと個人的な話になるので、ちょっと面白いかどうかわかんないんですけども、まあ、一つの大きな変化ではあるので、動画にしています。よかったら聞いてください。私、はじめしゃちょーですね、精神的に限界が来ました！拍手じゃない。なんか嫌なことがあったとか、動画が嫌になったとか、そういう話ではないんですけど、生活のスタイルのお話ですね。はじめしゃちょーですね、この4億円ハウス、4億円のはじめしゃちょーのお家を購入して、ここで住んでるんですけども、この家って僕以外に誰がいると思いますか？ちょっと開けていきますね。まずこのお家の管理を任せています。大地くん、畑のメンバーもみんな来てますね。で、後輩の健介とか澤部も来たり、裏方のスタッフも3人、弟も含めると10人ぐらいかな。10人ぐらいの人が僕のお家に出入りしているわけなんですけども、皆さんは想像できますでしょうか？今みんなが住んでる自分のお家に人が10人ぐらい毎日出入りする状況が続くのを、まあ、YouTuber 特有なんですけども、自分の生活空間と仕事場が一緒なんですよ。まあ、これは YouTuber によると思うんですけども、俺の場合、自分の私生活、プライベートの空間と仕事場一緒にしたいタイプなんですよ。俺の動画は日常を切り取ってる部分があったりとか、ゲームしたりとか、趣味とか、割と等身大で動画を作りたいと思ってるので、この4軒のお家に住みながら動画を撮ってるわけなんですけど、今言った通り10人ぐらいスタッフとか手伝ってくれる人がいますと。で、うちに出入りする人ってほんと仲いいのよ。仲いいし、友達だったり後輩だったり、あくまで仕事として、スタッフの中には社員だったり、この、ちゃんとビジネス、お仕事を一緒にする仲間たちでもあるので、なので仲が良くてもお仕事をしに、毎日僕の家に10人ぐらい人が出たり入ったり、動いたりしてる状況です。きつい。お仕事で人が10人ぐらい、もう来るっていう感じがずっと続いていまして、まあ、これに関してはもう誰も悪くない。強いて言うなら俺。もうプライベートとね、お仕事を割り切れない、プロ失格です。俺はね、ちょっと YouTube を仕事と割り切ってやるのは多分一生無理です。良くも悪くも素人なんですよ。はい、YouTube 仕事やります！はい、YouTube 仕事終了！バン！プライベートってできないんですよ。あくまで自分の本能、自分の好きなこととかしたいこととか、自分の生活に、YouTube を当てはめたい人間なので、ただそこを YouTube とプライベートを完全に分けてしまうと、はじめしゃちょーの良さはなくなるかなと思ってます。さすがにね、毎日十何人の人がはじめしゃちょーの家を出入りする環境が続くと、結構息苦しくて、精神的に実は結構辛かったです。これ誰も悪くないんですよ、本当に。自分の生活空間にスタッフをたくさんぶっ込んでる僕のミスなんですけど、まあちょっといけるかなと思ったのよ。結局仲いいし友達とか後輩気にならないなと思ったんですよ。だからやってみたんですけど、やっぱね、仕事となるとそうも言ってられないというか、例えば僕が撮影で深夜になりました。深夜に帰ってきて寝ようってしてるタイミングでみんな出勤で働きに来てバタバタしてるとか、お部屋数も多いし4階建てなので気にならないなと思ったんですけども、実際はかなりたくさんの人が仕事をしている中で住むのは息が苦しく、家主なのよ。家主なんですけども、なるべく足音を立てないように家の中で移動したりとか、迷惑にならないようにしなきゃって思っちゃったりしてる部分もあって、自分の好き勝手にした方がいいとも言われるんですけど、周りの人に。それができない。気にしいなんすよね！周りの人を気にしちゃうんだよ。このはじめしゃちょーっていう人間は、どんどん自分のお家に居づらくなって、楽しいはずのはじめしゃちょーの要件のお家が、ちょっと会社化というか、仕事場になりつつあるっていう感覚が今自分の中にあって苦しくなっております。で、そんな精神的に限界を迎えているんですけども、こんな時どうしたらいいのか話し合いました。その結果、管理人呼ぼう。大地くん、失礼します。大地さん、お疲れ様です。お疲れ様です。プライベート空間と仕事場の、ああはい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 、きつさみたいなところを話します。大地さん、助けてください。そうですよね。まあ、ここ難しいですよね、ここの建物の立ち位置というか。むずい。やっぱはじめくんの住居でもありつつ、撮影スタジオ、うん、で、まあ、職場なんで。そうなのよ。というので息苦しさを感じていた中、ちょっといろいろ話し合いまして決まりました。
みんなには出てってもらいます。悪く言うとね、マルトゥー。嘘です、嘘です。スタッフ用の事務所を新しく借りました。これは革新的です。今だって映れないスタッフとかも結構いるわけじゃないですか。そうですね、まあ、俺の弟も含めて、うん、編集も何人か顔出せない人もいるし、うん、撮影以外のお仕事がすごい今多かったりするので、そういう人たちが 4K のうちにいるのをなるべく減らして、ここはもうこのうちはじめ社長のプライベートそして撮影の2つに特化させようという作戦です。どうですか。でも良さそうだよね。なんか昔のあれに戻ってた感じですよね、うんうんうん、あの昔の事務所もはじめくんが隣にいて、はいはいはい、僕たちが隣の隣同士みたいな、うんうんうん、そうなの。でもそのイメージがあったからこの家で事務所っぽいのとプライベート両立できるかなと思ったんですけど、同じ建物っていうのが全然感覚が違ってて、まあそうだよね。それをちょっと解消するために会社として新しく事務所というか、まあ、なんか場所を一つ借りて、そこで僕が編集しに行くこともあるかもしれません、うん、編集とかその事務とかをやる空間、もうそんな仕事の側面ですね。でこっちはもう本当に、女を呼んで、あ、間違えた、俺がはじめくんの立場でもやっぱそこの住み分けがやっぱ難しいかなと思ってたから、いや多分ね、大地くんったら発狂してるよ。いや本当にもうこればかりはでも誰も悪くないというか、本当にはじめしたそのスタンスがこうであるから起きてる問題なので、ちょっとこれで解決できたらいいかなと思います。じゃあ早速ちょっと新しく借りるその事務所というかお家を見に行きたいと思います。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。はい、というわけで新しい事務所の前に着きました。ここになります。結構広いらしいんですけど、僕まだ一回も入ったことないので実物を見るのは初めてです。早速入ってみましょう。失礼します。おー、え、広くね。多分ね、まだお掃除がされてないので、ここもこの後綺麗になると思うんですけども、水回りもありますと。結構広めのスペース。奥行ってみましょう。こっちが多分メインのお部屋っぽいですね。うわーっと広くね、これすごい、めちゃくちゃ広い気がする。おー、オフィスって感じだな。オフィスなんですけど、物も何もなくて今すっからかんな状態なんですけども、ここ新しい事務所、事務所というかお仕事場ですね。仕事場にする予定です。いや本当にね、チームとか会社になって動画を撮るようになってから、作業効率とか編集の分担とか企画の準備とかできることもたくさん増えたんですけれども、まあ人が多いってことはそれはそれでまた悩みができて来るなっていう感じです。なんかね、2、3人、スタッフ 2、3 人でやってた時とは全然また雰囲気が違って、10人人が超えるとやっぱまとめらんなかったりとか、みんなの悩みとか思ってることとか、組織として統率を取るのがすごく難しくなったり、あとやっぱ 2、3 人だとアットホームな感じでできてたんですけども、10人超えるとね、さすがにアットホームっていうわけにはいかず、やっぱりそれなりに組織として会社として締めるとか締めて、ルールを決めたり時間を決めたり、誰がどの仕事をするかとかしっかり決めないと本当バラバラになっちゃうんで、なかなかそういうのが難しかったりして悩む日々です。はじめ社長です。ただその分できることも本当に増えたのでプラスなことも多いんですけど、会社っぽく僕もしたくないんですけども、この人数だとするしかないんですよ。会社っぽく YouTube を仕事としてやってるっていう会社の部分と、プライベートのヘラヘラ遊んでたくって、その延長で YouTube やって楽しいことやってたいっていうはじめ社長の間を取るっていうのがすごく難しいと私感じていました。それを今回から完全に分けて、4億円のお家ははじめ社長のマジの家、あと撮影スタジオ、基本的にもうこれだけ、要するにもう俺のもんや、俺のもんって言い方はおかしいですけども、本当にはじめ社長と動画に特化した建物にします。まあここは本当編集部隊だったり会議とかミーティングとか、あと顔の映れないスタッフも何人かいます。そういう映像外のお仕事とかはここでやろうかなって思ってます。なんかごめんなさい、綺麗事になるんですけど、 YouTube で飯食ってるし YouTube をお仕事としてやってますけど、割り切れはしないです。大学の時に好きで始めました YouTube、 気づいたら収益でお金がもらえるようになってました。なんかうまいこと言って仕事になってます。でも完全に仕事とは割り切れない。ごめんなさい、すごくわがままなんですけど、自分のしたいことの延長で
YouTube はずっとやっていきたいと思ってるので、ごめんなさい、僕にプロ意識を求めないでください。あくまで自分のしたい、好き、あわよくば再生数取れたらいいなぐらい。はじめ社長はこういうスタンスで YouTube をやってますので、ぜひご理解ください。はい、いいな、はじめもここがいいなんてことは言わないです。僕はもう妖怪のお家でずっといさせていただくんですけども、はい、というわけでここから先ははじめ社長の妖怪のお家に仕事として人がたくさん毎日来るよっていうことは減ると思います。こうやって悩みが一つ解決。はい、というわけであれから1週間ぐらい経ちました。あー、もうちょっとここら辺名残があるね。まあ、事務所としてちゃんと動かすためにいろんなものを搬入したりして、かなり事務所っぽくなったよっていうのを大地くんから聞いたので、ちょっと見ていきたいと思います。さあ、どうなってんだろうな。いきます。おお、え、事務所になってる。見ます？結構普通にすごいぞ。ご覧ください。こちらが新しい会社です。すげえ。マジで事務所じゃん。絶対土足じゃダメだ。絶対こっから土足厳禁だ。すげえ。マジで事務所になってる、ちゃんと。うわ、なんかちゃんと会議できるような机。一人一人のこう、デスクも置いてある。すごいな。一応この事務所の管理は管理人大地君に任せてるんで、この席が誰の席かちょっと分からないです。俺？いやけど俺そんなここに出入りしない気がするんだけど、するかもしんないけど、いや多分大地君の社長席な気がするな。すごい、ちゃんと事務所になってる。いやすごいな。何もない時ちょっと心配だったんですけど、デスクとかオフィスのものをちゃんと入れると事務所っぽくなりましたね。すごい、俺のここがいい。はい、というわけでこれで YouTuber 独特の悩み、会社的な側面と私生活的な側面をしっかり分けれるようになれればいいかなと思います。まあ、僕も編集する時とかここに来てすることもあると思うし、なんか会議とかある時もここですると思うので、ごめんね、こんな話視聴者さんからすると知らねえよって思うかもしれませんが、こういう YouTuber 独特のね、私生活と会社的な側面があるよっていう悩みはちょっと話して置いてみたかった。ごめんね、完全にこっち側の話なんですけど、むずいのよ。好きなことだけやっててもってわけにもいかないし、やっぱ僕は YouTube をお仕事としてやってる以上はこういう会社的な側面は、ついてくるので、よりはじめ社長がこう楽しくいい動画を撮れるようにはこうするのが一つの選択肢なのかなと思ってやってみました。トゥイ！はい、入ってみなさい。お邪魔します。おお、どうだ、かっこいいっすね。ちょっと日当たり悪いか。おい、